皆様こんにちは、ゆめのです。本日はですね、失恋から得た親への感謝というテーマでお話をしていくんですけれども、 YouTube でね、あまり恋愛の話ってしたことがないんですけれども、まあ一つの失恋がきっかけでですね、私は親への感謝というか、親の偉大さというかですね、そういうものがすごく得られたというか、改めてすごいなと、親ってすごいんだなと、それがあったんですよね。そのお話をしようかなと思いまして、まあ、結局失恋なんですけど、まあ、その失恋というのもね、私の人生の中では結構平和なお別れの仕方で、平和なお別れっていうのも変なんですけど、まあお別れの原因がそのお付き合いをしていた方ではなくって、その親が原因だったんですよね。まあ、それは結構何回もあったんですけれども、この方に関しては結構特殊だったんですよ。私の地域もかなりの田舎なんですけれども、そのお付き合いをしていた方の地域も結構な田舎で、で田舎でも何て言うんでしょう、結構その古き良き歴史が残るみたいな感じだったので、お孫さんをすごく強く望まれる親だったんですよね。特にお母さんの方がお孫さんお孫さんって感じの方で、でもそれは事前に聞いてはいたんですよ。で聞いていて、プラスその彼がですね、親に伝えてくれていたんですよね。こういう事情だからと、あともその結婚はしないっていうことを伝えてくれていたので、比較的結構安心をして実家の方に行ったんですよね。その実家に行くのももちろん結婚はしないっていうこともお伝えをしていたので、結構安心して行ったんですよね。そうしましたらですね、やっぱりこう親というのはすごいなと思いまして、すごく説得をされ始めたんですよね。めちゃくちゃ説得が始まりまして、これがね、何の説得かと言いますと、結婚はしません、子供も作らないですっていうことは伝えていて、でちなみに病気のことも伝えてくれていたんですよ。本当にいい方だったんですけど、何の説得が始まったかと言いますと、そのお母様がですね、病院に行こうという説得を私にし始めたんですよ。しかも初めてその彼の実家に行った時なんですけど、で何の病院だとまず思ったんですよね。で私の病気が精神疾患であることとかも、そういうのは全て伝えてくれていたはずなのに、病院に行こうと、で何なんだろうと思ったんですよ。正直びっくりしてしまって、お付き合いをしている方の実家に行くっていう経験を初めてではないんですけど、何の病院だってまず思うじゃないですか。病院に行きましょうって言われたんですよね。でもうその予定とかも決めてくれていて、私当時仕事をしていたので、いやちょっと平日はみたいな感じで行ったんですけど、大丈夫大丈夫みたいな、なんか謎の強引さがあってですね。でちなみに何の病院かと言いますと、結婚しないって言っているのに、いわゆる現代風に言うブライダルチェックをしようと。ブライダルチェックってね、最近でこそ普通になってるんですけど、当時はもうなんだそりゃって話だったんですよ。でブライダルチェックに兼ねて、もういろんな検査をしようって言われたんですよ。それこそ MRI とかというのが、なんかこう私の写真を見せたらしいんですよね。まあ、写真というか、当時でいうスマホで撮った写真を見せて、お母さんがですね、いやこの人は病気じゃない、嘘をついてるって言ったらしいんですよ。で私確認がしたいって言ったらしいんですけど、彼がですね、いやいや本当だからと、薬飲んでるところも見ているし、体調が悪いところも見てるから、そんな信じてほしいって言ってくれたんですけど、その時はなんとか納得してくれたんですけど、やっぱりいざお会いしたら、いやあなた元気だわ大丈夫みたいな、なんか謎の、なんかありがたいですけど、いや大丈夫じゃないんですっていうことで、結局その病院に行く行かないっていうお話を延々されたんですよね。でちょっとお孫さんが欲しいっていう親ですよっていうことは聞いていたんですけど、あまりにもそれが強すぎて、でやっぱりこう地域によっては、うちにはまだ孫がいないのっていうのが恥ずかしいっていう地域って未だにあるじゃないですか。多分それが強い地域だったこともあるんですけど、本当に大変で、で、まあ、いわゆるお父様がそれを止めるかといったら止めないんですよね。もう呆れた顔をして見ている感じで、ね、多分初めてじゃそれがないので、また始まったかみたいな感じで、でまあかといってね、私と目を合わせてくれるわけでもなく、結局その彼もね、もうやめてくれと言ってくれるんですけど、大丈夫大丈夫って、なんかもう
すごくやっぱりこう自分のね、孫を見たいっていう気持ちもあるんでしょうけれども、やっぱりこう男の子なので後継ぎが欲しいっていう気持ちがすごく強いみたい で検査をして、大丈夫だったら産んでも大丈夫だから、本当に現代の医療はねってすごくなんか自信満々にこう解説をしてくださるんですけれども、全ての解説に対して私はそのダメである原因が分かっているので全部返してたんですよね。でこうもちろんそれは正しいことを言っていて嘘は言っていないんですよ。いやこれはこうなのでとか、でそういう場合でもこういうことがあってとか、でもう最終的にはですね、病院に行きたくないんだったら産んでみないと分からないでしょっていう、もう本当にもうこれを聞いた瞬間にやっぱりここで私はね、やっぱりあダメだって思ったんですよ。で、まあ、帰りますといやもう帰りますと私はもうね嫌われてもいいと思ったんですよ。結局結婚をしないっていうことでお付き合いをしていて、子供も作らないっていうことももう話し合っていたので、もう帰りますっていうことで、もう親との関係性とかそういうことはもういいやって思ったんですよ。でまあ帰りにねやっぱり話をしたんですけれども、やっぱりこう申し訳ないってすごく謝ってくれて、もうこうなる予感はしてたんだけどなみたいな感じだったんですよ。ちなみに一人っ子じゃないんですよ一人っ子じゃないんですけど、やっぱりそれがすごく強い地域だったのか、まあ今でもそういう地域なのかちょっと謎なんですけど、もう本当に疲れちゃったんですよね。まあ時間にして1時間半ぐらいずっとそれをされてしまって、で止めてくれるんですよ。いやもう本当やめてと、もうそういうことはもう説明したじゃんって言ってくれてるんですけど、全然もういざ私を目の前にしたらっていう感じで説得をすごくされて、でも帰りにねお話をしながら帰ったんですよ。本当にごめんねって言われて、でもなんかそれを聞くとね、いや親ってすごいなってなんか思ったんですよ。その時はねもちろんお別れをするとかそういうことは考えていなくって、いや謝んなくっていいよって、まあ、ちょっとびっくりしたけどねみたいな感じに言いつつも、私の中では親ってすごいなって思ったんですよ。やっぱりこう子供のために親ってすごく頑張れちゃうんだなって、そこがなんか私の中ではすごくねなんか伝わってきてしまって、で結局別れる選択をしたのは私なんですよ。なんでかって言ったら、それだけね子供のために一生懸命私を説得して病院に連れて行く、検査をしてみないとわからないでしょってそこまで言ってくれる親のためにね、やっぱりこの人は別の健康な人と結婚した方がいいんじゃないかなって思えちゃったんですよ。いわゆるその嫌いじゃないけどっていうのはね、よくなんでしょうね、都合のいい言い訳だとか相手に失礼とかって言われちゃうかもしれないんですけど、私ねなんかその人に関しては本当にその親御さんをね悪く捉えるっていうことも多分できるのかなと思うんですけど、そんなにね一生懸命こう子供のためにね、もう言ってしまえばパンフレットとかね病院のパンフレットとか、あといろんなものをね用意してくださって、まあすごいなって思ったんですよね。でその時にふと浮かんだのが、まあ、自分の親だったんですよ。で私の親ってっていうのはやっぱりこう普通のこう親子とは少し違うかもしれないんですけれども、やっぱりこう私が出かける時にね、通常であればやっぱりこう何時に帰るのとか、そういうまあ結婚していない女の子の子供に対して言うのであれば、何時に帰るのとか遅くなっちゃダメよみたいな、そういうのがあると思うんですけど、我が家の場合は基本的にやっぱりこう薬忘れてないとかそういう会話があるんですよね。でまあ、何時ぐらいに帰るっていうお話をすれば、その時間だったらもうちょっと夜の薬も持てってるとかね、そういう風になるんですよね。なのでやっぱりこう親ってすごいなって自分の親が浮かんだんですよね。あそっか、親ってこういう風にこんなにも子供のために一生懸命になれるんだって思ったら、いやこの人とは別れなきゃいけないって思ったんですよ。で結構相手も私の性格を結構知ってくれていたので、いやー本当に申し訳ないけどそうしよっかっていうことで、もう本当に円満なお別れだったんですけど、でもそれがねいわゆる失恋なんですけど、失恋をきっかけに私はね親に対してね改めてやっぱり感謝しなきゃなって思ったんですよね。私の親がその方の親と同じかどうかはわからないんですけれども、でもやっぱり親って子供を産んでる、子供を育ててるわけじゃないですか。だからねそれがきっかけで私は改めてね口に出して親に
ありがとうとか感謝を伝えようって決めたんですよ。でその時ね、やっぱりこう体調を崩してしまう前だったんですけど、改めてやっぱり自分がね、その時のお仕事すごく楽しかったんですけど、そういう風に仕事ができることとか、仕事先で楽しく仕事ができているその日々っていうのは親のおかげだなって改めて思ったんですよね。私、失恋をきっかけに何かを得るっていうことってきっとないんだろうなとか思っていたんですよ。まあまだ若かったっていうのもあるんですけど、でもそれを機にね、挨拶もう無視されてもいいと思って、なんかただいまとかお帰りなさいって言ってもらえるかどうかわかんないんですよ、まあ、声が聞こえてるかどうかもわかんないんですけど、まあ帰ってきたらただいまと、まあ、何時だろうが遅かったら遅かったでちょっとちっちゃな声だけれどもただいまと、でまあ朝もね行ってきますと、何時だろうが言おうと、そういうふうなことと、あとありがとうっていうことを伝えようと、やっぱ親ってすごいんだっていうね、それがね、なんかこう一つの失恋というね、まあ失恋ってネガティブなことかもしれないんですけれども、その方とはね、まあ、円満なお別れだったので余計にかもしれないんですけど、なんかお別れをした後もね、その方に対するね気持ちっていうのが、なんかこう恋愛という気持ちから応援という気持ちにちょっと変わったんですよね。年上の方ではあったので、まあ結婚してね、お孫さん見せてあげれるといいねっていう感じのこう応援する気持ちに変わりまして、まあ今どうしてるかっていうのはちょっと分かんないんですけど、まあでもね、本当に一つの失恋ではあったんですけど、私にとってはね、改めてこう親の熱意とかね、そういうものっていうのはすごいパワーがあるなと。1時間半子供のためにずっと頑張って私を説得する、で私がこうね、きちんと理由を説明してもそれでも諦めずにね、私を説得してくださって、もう今思えばね、もう帰りますって帰ったのはちょっと失礼だったかなって思っちゃうぐらいの熱意だったんですよね。まあなんで失恋から得た話をこんな長々としてるんだってなっちゃうかもしれないんですけど、私はでもそれをきっかけに本当に親の凄さとか、やっぱり私は親には絶対なれないって思いました。あんなにね、自分の子供のために熱意を持ってっていうのはできないって思ったんですよ。本当にそのぐらいね、私にとって別れではあったんですけど、めちゃくちゃ大きな学びをしたなと今でも思うんですよ。なんか恋愛のお別れって辛いものが多いイメージなんですけど、それに関してはね、本当に今でも多分その、まあ、私と親の関係って本当にちょっと変わってるんですけど、やっぱりね、感謝の気持ちっていうのをね、日々忘れないようにしようと思うんですよね。だってね、朝目が覚める時、私めちゃくちゃテンション高いんですよ、やったみたいな感じなんですけど、それだってこの世に産んでもらってるっていうのがそもそもじゃないですか。この世に生まれていなかったら朝目が覚める以前じゃないですか。だからやっぱりね、親に対する感謝もそうなんですけど、私の周りがね、どんどんこう出産をしていく中で、いやみんなすごいなと、みんな頑張ってみたいな、なんかこう応援をするというね、やっぱりこう私には子育ての悩みっていうのは一生多分わからないんですよ、子育てをしないので。なんですけど、こう子供がこういう風になってねって相談をされた時にはね、やっぱりこう答えられることはもう全力で答えるっていう風にしていて、やっぱりこう何でしょう、子育ての悩みじゃない悩みってあるじゃないですか。いわゆる子供さんの発達のこととか、そういうことに関してね、自分が分かることはね、もう全力で答えるようにしていて、でそれをね答えて、例えばその悩んでいる時って繊細になっているので分かんないでしょって言われちゃうこともあるんですよ。でもそれでも全然よくって、本当に分かんないのはもうおっしゃる通り、子育てしたことないので分かんないんですよ。でも答えられることは、そういうふうにね、分かんないでしょとか、もういいよって言われてもいいので、答えるようにしていて、聞かれたら。聞かれないのに答えるってことはもちろんおせっかいなのでしないんですけど、聞かれたら、まあ、その子供のね、発達のこととか、そういうことであればもう答えるようにしてるのはね、その失恋があったことが大きいなって思うんですよね。もう、子育てしてる子とかね、ほんとすごいなって思いますし、もう出産ね、子供たくさんいる子とかもね、すごいなって思うんですよ。だからね、やっぱりこう親になっている子っていうのは本当にすごいなって思いますし、で自分の親もすごいなって思いますし、でやっぱりこう仲がいいお友達とか親友とかの親っているじゃないですか、要はおばあちゃん、本当すごいなって思うんですよ、もう本当に。だからなんかね、
まあ、たった一つの失恋、まあ、たった一つって言ってもそんな何百回も失恋してるわけじゃないんですけど、多分人から比べたら失恋の回数とかめちゃくちゃ少ないんですけど、あの恋愛自体が少ないので。でもその一つの失恋がきっかけで私はね、本当にあの親への感謝とか親の凄さとか、なんかこう同じ人間なんですけど、やっぱり人間としては同じ人間なんですけど、やっぱりねこう違うなと、やっぱり経験値が違うなと。でね、まあこの流れだともうご想像がつく方も多いかなと思うんですが、やっぱおばあちゃんすごいなと本当にね、最終地点やっぱおばあちゃんかよって話なんですけど、やっぱりだっておばあちゃんがいるからお母さんがいる、お母さんがいるから私がいるみたいなとこあるじゃないですか。やっぱりおばあちゃんすごいなって思うんですよ本当にね。もう一つの失恋なんですけど、私にとってはねもう本当に人生を変えてくれたと言っても過言ではないです。もうそれからね、あの本当に親に対する感謝は口に出そうと、本当にやっぱり親の機嫌が悪い時とかはね無視されちゃったりとかやっぱあるんですけど、でもねやっぱりこうありがとうとか嬉しいとか、本当にそういうのはね口に出そうと思いました。本当にいつね何があるか分かんないっていうのは本当に私も親も分かんないですし、で他のね家庭に比べるとやっぱり私の方がもしかしたらっていうこともあるので、もう本当にありがとうとか、あと愛犬をね撫でてくれていたらね、あのありがとうとかね、いちいちねありがとうばっかり言ってるんですけど、本当にあのありがとうっていう言葉をね口に出して伝えるようにしています。で、あの毎月お金をね今でも家に入れてるんですけど、その封筒にねあの一言ありがとうといつもありがとうっていうことをね書いておるわけです。そんな感じで今日はですね、失恋から得た親への感謝っていうねお話をいたしました。まあ失恋自体はね本当に円満なものであって、お互いも納得をした上でお別れをしているので、まあ、そこもねあの他の失恋とは違うのかなと思いつつも、やっぱり親の凄さっていうのをね改めて、その時ねまだ20代だったんですけど、本当に親の偉大さ、そしておばあちゃんの凄さっていうね、やっぱり同じ人間なんですけど、もう本当に何でしょうね、もういろんな意味でこうレベルというか、レベルではないですね、なんかこう人間としてのこう何でしょう、こう存在感というか価値というか、まあ、そういうのがねもう本当にすごいなと、本当すごいばっか言ってるんですけど、まあそんな感じで今日はですね、あの恋愛の話はほとんどなかったんですけれども、親の凄さっていうのをね失恋によって知ったというお話でした。では今日の音声はこの辺りで終わりにしようかと思います。いつも最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。この音声がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の更新でお会いしましょう。バイバーイ。